こんにちは。近鉄不動産では近鉄ファーム花吉野で生産した新鮮な野菜を近鉄特急桜ライナーで輸送し、近鉄百貨店阿部のハルカス近鉄本店内の春地下マルシェにおいて収穫した当日に販売する実証実験を2022年7月1日より開始いたしました。近鉄ファーム花吉野では糖度を高めたミディトマトや完全人工光型植物工場でフリルレタスなどを2012年7月より生産しています。これまでは出荷にトラックや宅急便を利用していましたが、大阪阿部野橋駅から吉野駅間を結ぶ桜ライナーにて輸送することで、店頭に並ぶまでの時間が2日間から約3時間に短縮されます。今回の実証実験では、鉄道では貨客混載輸送の提供による物流の新たな輸送需要の掘り起こしを、お客様には朝どれの新鮮な野菜の販売を実現しております。今後も近鉄のネットワークを活用し、いろいろな可能性にチャレンジしてまいります。